ハルジオンは、キクカムカシオモギ属に分類される多年草の一種。北アメリカ原産で、日本では、気化植物となっている。ヒメジョーンとともに、道端や空地でよく見かける雑草である。一部の地域では、貧乏草と呼ばれ、折ったり、積んだりすると貧乏になってしまうと言い伝えている。北、アメリカを原産地とする。 日本を含めた東アジアに外来種として移入分布している。多年草で背の高さが30から80センチくらいになる。根元にはヘラ型の根質葉があり、花の時期にも残ることが多い。あと、茎は黄緑色でまばらに毛が生える。茎はあまり枝分かれせずに伸び、先の型で何回か枝分かれして花をつける。花はヒメジョンと同じく。 細い絶妙花を持つ、ひまわりのような花だが、白とピンクのものがある。また、ヒメジョーンよりひとまわり花が大きい。上、ハルジオン、下、ヒメジョーンハルジオンとヒメジョーンは、花がよく似ていて混同してしまうことがある。花びらの幅の違いで見分ければ、すぐにわかる。1ミリメートル以下の細い花びらが、ハルジオンで、約1.5ミ、mm、リメートルで、幅が広いのがヒメジョーン。 花びらの幅で見分けるのが一番わかりやすく、誰にでも簡単にできる方法。標準的には、ヒメジョーンの方が背が高く、花は小さくて数が多く、根本がスッキリしている。これに対して、ハルジオンは背は低く、花は大きくて少なく、根本に歯がある。また、ハルジオンの蕾は下を向いてうなだれているような特徴がある。したがって、 しっかりと比べてみれば、はっきりと見分けがつく。わかりにくい場合は、茎を折ってみると良い。ヒメジョーンの茎には、空洞がないが、ハルジオンの茎には真ん中に空洞がある。葉の付き方も違い、ヒメジョーンの葉は茎を抱かないが、ハルジオンは茎を抱くようにつく。最近では、デジタルカメラで花を、マクロレンズで撮影する人が増え、花だけを拡大して写すことがよくある。 そのような花だけの写真では、この両者の区別が、とても難しい。標準的な花では、ハルジオンはヒメジオンより花が一回り大きく、絶妙花の数も多いので、見分けられるが、判断が難しい場合もある。なお、ハルジオンとヒメジオン以外にも、近縁のものがあるので、注意が必要。また、花弁の白い部分がやや紫がかる個体が見られる、こともあるが、これは、 正常な空気の中で育った時にできるものである。牧草地や畑、道端など、窒素分の多い場所を好んで生育する。花の時期は4から6月頃で、ヒメジョーンの6から10月頃よりも早い。葉、茎、新芽やわかめつぼみなど大半が、褐色部位となる。野草と同じように、天ぷら、おひたしなどにして食べることができる。 春菊のような苦味と悪の強さが特徴。日本では1920年代に干渉用として持ち込まれた。1980年代には除草剤に耐性のある個体が出現し、関東地方を中心に全国へ分布が拡大した。農作物や牧草の生育を妨害するため、厄介な雑草として扱われている。さらに、 在来の植物と競合し駆逐する恐れがある。特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律により要注意外来生物に指定されている。また、日本生態学会では本種を日本の侵略的外来種ワースと100に選定している。春ジオンは漢字に直すと春、紫縁となる。春に咲く、キク科のシオンという意味。 ただし、ハルジオンは、キクカシオンレンムカシオモギ族であり、シオンとは全く別種であるので、注意が必要である。標準和名は、ハルジオンであるが、植物学者の牧野富太郎が、同類のヒメジオンとの類似からハルジオンの名が、普及している、としている。なお、同じようにヒメジオンを、ヒメジオンと呼ぶのは、ヒメジオンとは全く別種のヒメシオンとの混同となるので、 間違いである。同じ菊歌子音連無歌子音模擬族である、ハルジオンと姫ーンは、見た目が非常に似ている上に、名称も紛らわしい。さらに、姫ーンとは別種である姫オンとも名称が、紛らわしく、中国における、女縁が日本における、姫オンを表すので、注意が必要である。ありがとうございます。